はい、皆さんこんにちは。レナです。タカです。エイティブログです。私たちは奈良に来てます。後ろに見えるのが法隆寺の正門かな？今日一日奈良で遊び倒します。私は3回ぐらい奈良に行ったけど、めちゃくちゃ来てますやん。法隆寺には来たことなかった。あ、そうなの？そう。俺も小学校以来だから。あ、そう。修学旅行以来。法隆寺も20年ぶりぐらい。レナがリッチマンだから50円投げました。タカがね、私は10円でやった。じゃあ俺に50円くれたってことだね。そうだよ。じゃあ俺の願いは叶うけど、レナの願いは叶わないってことだね。叶わない。次の目的地は奈良公園。鹿と仲良し。鹿いるのかな。コロナでさ、鹿が今マスクして、あの山に帰ってるかもしれない。ああ、山に帰ってるかもしれないね。じゃーん、これ法隆寺から出て、法隆寺名物かきうどんって書いてあるから、法隆寺名物なんだね。かきうどんは何かわかりませんけど、これが来ました。かきの葉寿司。ちゃんちゃんちゃーん、ちゃんちゃんちゃーん。え、そんな感じ。おー、サーモンじゃない。サーモンなのかな。多分でも色はサーモンですかね。いただきます。お、違う。え、じゃあ半分ずつ食べよう。はい、はい。うん、これサーモンじゃん。美味しいじゃん。この葉っぱのなんかあの風味もついてて、サーモンの塩辛さもあって。サーモンの方が、ね、これサーモンの方が、サーモンの私たちのあれ、この。これが竹の葉っぱとかかな。うん、こんな高いんだ。私もね。レナの顔ぐらいあるよ。やば。おー、はい。食べ方がわかりません。これはここに入れると。わからん。これうずらの卵をこの中入れるんだ。はい、待ってください。入れるんだ、ね。はい、なるほど。全然うまくいかない。ぐしゃぐしゃ。うわ、やべ。殻が入った。私の方が上手だ。これ難しい。で、オレンジのうどんと言われるけど、うどんより全然細い麺。美味しいけど、柿の味はしないね。うん、あと卵入れたの意外と美味しい。うん、ね、ちょっとまろやかになって。ごちそうさまでした。もちもち。いっぱいね。いや、本当にもちもちだった。美味しい。全く柿の味しってないけど。うん、でも見た目柿。あの卵を入れるのがなんかあり、まろやかで初めて入れたけど、そばのつゆに卵、そう、美味しい。東大寺に着きました。人がすごいね。もう3時半になって、もう意外とね、全然ゆっくり見る時間がない。門が通れない。本当だ。こっちにバリアになってて、ここに東大寺があるよ。入れないってことだね。で、入れるよ。安心して。と今の時期あれだって、あ、東大寺は有名な木に穴が開いててそこ通れるってやつ。コロナだからできないんだって。まあね。レナが通れるかどうか試したかったもんね。通れるよ。いや、お尻がスポッとはまるかもしれないや。スポッと。見てください、この東大寺。これ東大寺じゃないよ、これ東大寺の門だよ。いや、みんなが分かるかどうかを今試したの。あ、そういうこと。こっちが東大寺です。こっちが東大寺。めっちゃでかいよ。でかい。迫力満点なんですけど。で、もっともでかい木の建物でしょ。あ、そうなの。多分。
嘘をついたかもしれない。いや、でかっ。でかっね。すごいよ、ここから見たら上を見て。うわ、すっごっ。わかる？すごさ。何やってるの？シブと言われる屋根についてる、雨からも守ってるし、ファイヤーからもなんか守ってると信じられてる。屋根の上の端っこについてる。奈良時代。でかいね。そう、でかい。たか昔の東大寺あんなでかかったよ。1,2,3,4,5,6,70 の塔。2個。本当だ。え、今はないよね。今はないと思う。柱の穴ぐくり。そうそう。何センチなんだろうね。いや、小さいよ。子供用だよ。レナは無理だわ。いや、いけるよ。無理でしょ。いけるよ。はい、どうぞ。はい、あの、カバン。おい、失礼だよ。失礼でしょ。レナが怒った。おい。いや、おい、失礼でしょ。じゃちゃんとおい、おい、私を噛むな。噛んだら私も怒るよ。もうアウト。どうでしたか？なるほど。楽しくない。あの、可愛い子がいるよ。可愛い子にあげて。お前可愛いからあげる。お前可愛い。でしょうね。もうないよ、もうないよ。もうないよ。この子かわいい、こんにちは。おい、おいかわいいね、ほんとに。バンビって感じじゃん。ほんとに。バンビちゃんって感じ。かわいい。私の服見て。汚い。やだ。いいエクスペリエンスになったね。あれ、鹿を見るのが楽しい。鹿に餌をあげるのが何も楽しくない。俺だって小学校の時来たけど、こんなに攻撃的じゃなかった気がするけどな。こんなに鹿に怒る人、多分鹿もびっくりしてるよ。いやー、この人そんなに怒るの？失礼だよ。噛まれたし。この動画をここで終わりにしたいと思います。奈良が面白かったなら、ぜひいいねボタン押してください。旅の動画が好きな人はここでチャンネル登録のボタンも押してください。はい、ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。バイバーイ。